どういうことかと言いますと、皆さん、これまでの我が国の戦後の流れを思い出してください。大東亜戦争後に、いわゆる平和憲法を押し付けられる形となった我が国は、平和憲法は重要であると思い込まされた、その反動として、それこそ異常なまでの軍事アレルギー、これが我々の主流になっていましたね。その結果どうなったかというと、これじゃないですか。ありもしない陸軍悪玉論が大手を振ってまかり通ってきたのがこれまでじゃありませんでしたか。今年平成25年西暦2013年第二次世界大戦後、大東亜戦争後70年近くが経った昨今になって、こうしたようやく単細胞で脊髄の反射的な悪玉士官だけで歴史を語る愚かさ、このことに多くの日本人が気づき始め、これまで闇雲に蓋をされてきた歴史の真実を見直そうという動きがあちらこちらで起きているように私には見受けられます。この流れからすれば、樋口将軍によるこの誇りある決断、これが結果として我が国を救う、つまり救国につながったという事実、これについても無論必要以上に美化することもなく、冷静にかつ健全なる評価を行うことが今こそ可能なんではないですか。オトポール事件、キスカ撤退作戦、そしてシムシ島の戦い、これら日本国民として、日本人として知っておくべき史実であることは疑いないのである。先人の歴史、あるいは知恵、これらに学ぶ姿勢こそが、混迷なお続く世界情勢の我が国が生き抜くための指針となっているのではないでしょうか。樋口喜一郎の姿勢を私たちは大いに見習わなければいけないと思います。以上をもちまして、第39回歴史講座の一切を終了させていただきます。今回も長い間のご清聴誠にありがとうございました。